ここは一見して平和な80年代東京。しかし、なぜ変形するバイクがあり、それを追う組織があり、どうして公衆電話にカメラがあるのか。それは、ここは本物の80年代東京ではなく、作られた80年代東京だからなのだ。はぁ、それってどういうこと？アニメの世界っていう意味で？いや、そんな安易な意味ではない。それにだ、このメガゾーン23というタイトルがすでに伏線とすらなっている。はい、タイトルが伏線。それじゃあ、ストーリー解説に戻ろう。ガーランドに乗り町を走っている最中、正午は白バイに追われトンネルへ。ところが、トンネルの中で見知らぬ道に入ったかと思えば、その先にはあまりにも巨大な地下都市が広がっていた。何よこれ？その先にあったのは、謎の巨大コンピューター、その名も、バハムート。そこへ、正午を追う謎の組織が現れ戦闘へと発展。そこで正午が敵の攻撃から逃げるべく壁の亀裂を抜けると、そこは、なぜか宇宙空間だったのだ。宇宙？そして、主人公の目の前にあったのはあまりにも巨大な宇宙船。その後話があると自ら降参した敵のボス B20 を向けると、ここは巨大な宇宙船の中であり、地上の東京は作られたものだと説明した。それは軍部の仕業でもなく、バハムートという巨大コンピューターにより、人々は何も知らぬまま20世紀末の平和な時代を生かされ続けていたのだ。つまり、今までのさ、80年代東京っていう世界は、全部嘘。嘘ー。この80年代東京を再現した巨大宇宙船の名前は MZ23。つまりタイトルのメガゾーン23はこの宇宙船の名前だったってわけだ。タイトルですでにネタバレしてたの。ああ、この宇宙船 MZ23 は約5世紀も前から宇宙空間を漂っており、その間、人々はずっとここが本物の80年代東京だと思い続けている。5世紀って、要は500年ってこと。いくらなんでも、その間ずっと80年代は無理でしょうよ。しかもこの宇宙船の中って東京だけでしょ。東京より外に出ようとしたらどうすんのよ。確かに、だがそれを可能にしたのが巨大コンピューター、バハムートだ。バハムートは人々を洗脳し続け、東京より外に出る気が起きないよう仕向け続けてきたほか、洗脳し続けた上、海外に出ようとする人間には空港で偽の記憶を植え付け、本当に東京の外があったかのように思わせてきたのだ。そんな、しかし、それは全ての人間ではない。D ら軍上層部はバハムートの存在を知っていたばかりか MZ23 を狙う別の宇宙生命体と、戦闘まで繰り広げていた。ってことはこの宇宙船って敵に狙われてるの？そうだ、宇宙船内部は平和な80年代東京だが、その外は敵との宇宙戦闘が繰り広げられる。バリッバリのハードコア SF 世界。これがメガゾーン23の最もヤバい点なのだ。最高。なんか最高だよ。ヤバすぎて意識飛びそうだわ。まあ、進撃の巨人の SF 版みたいな展開だと思ってもらえればいい。人々が洗脳され、その外には全くの別世界があり、自分たちはただ操られていただけに過ぎない。こういった流れは多くのヒット作に共通するが、東京そのものが宇宙船ってのは珍しいな。そうなのね。作られた80年代って、そういうことだったのね。だが、問題はガーランドが主人公によって奪われてしまったことだ。これにより軍部はバハムートを掌握できず、このままでは敵に船を破壊されてしまう。なんで、バハムートが守ってくれるんじゃないの？いや、バハムートには船外の敵への迎撃機能はない。さらに、船外の敵を迎撃するためとしても、船を危険にさらすような行動は全てバハムートによって阻止される。それは80年代東京を壊してしまう行動だからだ。故に軍部が地下都市を拠点に秘密裏に敵と戦闘を続けてきたが、それも敵の接近により限界となり、もはやバハムートを掌握するしかなくなったんだ。なるほど、それであんなに焦ってガーランドを取り返そうとしてきたのか。そういうこと。でも、結局持ち前の反発心の強さと現実を受け入れられない弱さのせいで、主人公はそのまま逃げちゃうんだよね。なんで？そりゃ彼には彼の80年代東京の青春があって、それが壊れてしまうことを受け入れられなかったからさ。けれど、彼の現実世界に決定的な亀裂が入る出来事が起きる。決定的な？それは、あの国民的アイドルであるイブマデン実は存在しないと知ってしまうからだ。存在しない？はぁ、どういうこと？実はイブは国民を操るために作られたいわゆるバーチャルアイドルであり、人間ではないんだよ。バーチャルアイドルって？要は初音ミク的な。そうだ、そのアイディア自体メガゾーン23ですでに登場していたんだ。こんな頃からバーチャルアイドルって考えがすでにあったんだ。ただし、ただのバーチャルアイドルではなく、国民をコントロールし、エイティスの平和を続けるため、人々を夢中にさせ、この世界に何一つ疑いを持たせないための存在だ。マクロスのアイドルは戦地で平和と自由をもたらすが、その反対、自由を奪い、管理するためのアイドルだ。管理のためのアイドル？しかし、イブが人々の平和を願っていることは確かで、軍が戦争を起こすべくバハムートの掌握を狙い動き出すと、ガーランドのモニターに姿を現し、主人公にこの宇宙船を救ってくれと、ついに真実について話すんだ。宇宙船の真実？ああ、実は MZ23 はもともと地球からの脱出船で、地球は500万年前にすでに最終戦争で滅んでいたんだ。
ち、地球が、ああ、地球は火星に移民し独立した新人類デザルグとの戦争で崩壊、そこから生き残った人類を乗せたメガゾーンと名付けられた23隻の宇宙船が旅立った。しかし、この船は宇宙空間で別の居住可能な惑星が発見できない場合、500年後に地球に戻るよう設定されており、そこへデザルグが攻撃を仕掛けてきているわけだ。はあ、もう全然わけわかんないけど、要は、なんかメガゾーンってのは他にもあるってことなの。そうだ、メガゾーンは巨大都市宇宙船またの名を、世代宇宙船。と呼ばれる代物。世代宇宙船、ああ、はっきり言って数ある宇宙船もので最高にロマンティックでスリリングな代物だよ。またテンション上がっちゃったなこいつ。こいつはその名の通り、人類が何世代にもわたり乗り続け宇宙を進む船、親から子へと引き継がれ続けつつ何億光年も進むために設計されてる。何それ、酸素や水を船の中で循環できる機能や、地球と同じような持続可能な生存サイクルが船内にある巨大宇宙船だと思ってほしい。簡単に言えばガンダムのコロニーが船になったようなもん。ああなるほどねー。この設定はかなり昔からあって、大きく分けて地球人のケースと宇宙人の2タイプだと思っていい。こんなでかい代物って一体中はどうなってんのよ。大体は居住区ってのがお決まりでこの MZ23 も例外じゃなく、その内部は地上の東京ベースと、バハムートのある地下脱出用ポットのある最下層の3層に分かれている。で、何よりイカれてるのが、80年代の東京がそのまま船内に再現されていること。しかも建物だけでなく、衣服や食事、家電や音楽に至るあらゆるエイティス文化がそのまま500年も続いてるんだ。500年もの間人々は MD も、CD も、iPhone も使わずずっとビデオにテープにレコードなんだよ。つまり、終わらない80年代東京、経済成長末期日本が豊かだった頃。そんな時代が永遠に続くんだよ。これぞエンドレスエイティス終わりなき夢の時代を繰り返す船さ。80年代東京を繰り返し続ける船か、なんていうか、ほんと不思議だなこれ。しかし、ただ生存持続可能なシステムだけではエイティス文化までは維持できない。そこでインフラや一部兵器には未来のテクノロジーが存在しその一端が、テレビ付き公衆電話ってわけだ。なるほど、あれはそのためなのか。そして、この80数を守り続ける最重要部がバハムートなんだ。バハムートの目的は人々の命と平和な80数東京ワールドを守ること。しかし、その平和はあくまで偽りのものであり平和ボケのせいで敵に船ごと破壊される。それを防ぐべく、バハムートに使いこの世界を守る一端を担ってきた軍は、バハムートの支配から、この世界を救い、人々を救おうとしている。ただし、手段を選ばずね。バハムートは人々を騙して平和だけどそうもいかなくなったってことか。そして、ガーランドがないまま軍は強行手段でバハムートのシステムを解除。MZ23 の存続をかけた一大決戦が始まると主人公はガーランドと共に最後の戦いに向かうんだ。それからどうなるの？是非気になる方は地獄の SF 強制収容所、バンダイチャンネルで見てほしい。だからいつか怒られるからな。しかしな、今回は驚いたというか、なんか最初はエイティス青春グラフィケかと思ったら、まさか、こんな壮大なストーリーになるとはね。こればっかりはさすがに売れたんでしょ。作画とか気合入ってるしさ。それが、実は、って、またどうせ色々あって全然売れなかったんでしょ。わかるわか、とんでもなく売れた。売れたんかーい。ちょっと待って、売れた作品出してきたの初めてじゃないの？ふふ、そりゃたまには出すよ。僕は売れてない作品が好きなわけじゃない。好きな作品がなぜか売れてないだけだ。歴代彼氏が売れないバンドマンの女かよ。実はこの作品は80年代の OVA 売上ランキング第1位を記録しており、その数なんと、26,518 本。なんか大して売れてないような普通100万とかっていう数字じゃないの。甘いな霊夢。この当時はまだビデオデッキの普及率もそこまで高くなく、OVA 産業も出始めの頃。よって、1本あたりの値段はバブル期もあり1万3000円超えの代物なんだよ。あ、アニメのビデオが1本1万円以上。そうだ、よって2万本を売り上げれば軽く3億超えって計算だ。すげえ。この作品のヒットがきっかけで日本の OVA 産業が本格的にスタートしたと言われるほどだからね。歴史的ヒット作であると同時に、日本のアニメ市場においてもかなり重要な位置づけの作品なんだ。まさか、アルファがそんな作品を持ってくるなんて意外というか、なんというか、ふふ、だろう？大体ボトムズだってちゃんと売れてるし、このメガゾーンも OVA では歴史的ヒット作だからな。ただテレビ放映アニメじゃないってあたりがなんとも微妙なんだけどな。甘いな霊夢、アニメを託たるもの、OVA にはきちんと敬意を払うべきだ。何せ本作は、テレビ放映ではとてもできないやらしいシーンがこれでもかと入っているし。いやお前ちょっと、テレビどころか YouTube ですらアウトなこんなグロいシーンもあったりするんだ。うわぁなんだこれはぁ。こんなアウトな演出ができるのも OVA ならでは。本作のヒットは、このエロいシーンやグロいシーンのせいとすら言われてたりする。やっぱりオタクは業が深いな。こうしたアングラ系の表現もヒットの要因になったことでメガゾーン以降の OVA には、その後伝説のアニメと言われるようなハードコアな SF 作品がいくつも登場するようになり、その流れは通常のテレビアニメにも普及し始める。ほえー、要はこの作品で OVA とかアングラなアニメがめちゃくちゃできたのか。いやー今回はちゃんと対策紹介してきたしきちんと名作だし、安心したなーほんと。しかもこれ、続編もあるんでしょ？ちょっとこれは見てもいい気がしてくるわ。
ああ。そうだね。何？なんか暗い顔してるけど。うん、まあとりあえずなんだけど、とにかくこれを見てくれないか、うん、なんかアニメが2つあるけどこれがメガゾーンと何の関係があるの？いいか霊夢、落ち着いて聞いてほしい。この2つは、どちらも、メガゾーンの続編なんだよ、は。はぁ、いやだって、絵柄が全然、そうだ、絵柄が全く違うというかもはや別のアニメとなっている。おまけに1と2は登場人物も年代も被っているのにまるで別キャラとして表現すらされている。ちなみにこの2人、1年後に公開された同じキャラクターなんだが。誰だよ別人だろこれ。まあそう思うよね。さらに主人公の声優も変わってしまって、2作目は Z の受動でおなじみの八尾和樹さん、1作目は久保田正人だったんだけどねー。誰？その人、誰って、決まってるだろ、あのワクワクさんだよ、は。ワクワクさんって、あの作って遊ぼうの、ゴロリと一緒の、そう、あのワクワクさん昔声優やってたんだよね。いや、これ見るとき絶対ワクワクさんがバイク乗ってるって思っちゃうじゃん。うん、あとヒロインがゴロリに見えることもあるから気をつけてほしい。うわぁ最低だー。これは、そもそも一作目の気合が入りすぎ地獄のようなスケジュールで制作が進行したため、肝心のキャラデザである平野さんが逃げちゃったからなんだよ、で。デザイナーが逃げたって？その結果、2作目は OVA アニメのカリスマ梅津氏が担当。その梅津氏も結局不参加となった3作目には逆シャアのキャラデザで知られる二爪弘之氏が参加。その結果、1はマクロス、2は AK と、3は逆シャアという個性の強いキャラデザが入り乱れ、トータルでカオス確定。そんな、いや、それはやばいって。これのせいで、シリーズトータルでの解説は断念するしかなかった。まあ2も3も面白いんだが、絵柄のせいで抗議文が届いたなんて噂もあるほどで、どうにもシリーズごと語り継ぐのがとても難しい闇。今やもう知る人も減ってるし若者への知名度はめちゃくちゃ低い。それと、制作会社にも色々と問題があって、メガゾーン以降マニアにはカルト的な人気を誇る作品は作れても、そこまでのヒットは繋がらず、あえなく90年代に倒産となったのもやはり大きな痛手だったと思う。そうか。いくら作品がヒットしてもその後が続かないと忘れられちゃうのか。ああ、そういうことだ難しいもんだね。アニメってのは、おまけにクラファンで新作作るって資金集めておいて未だに制作状況全くわからないしなー。おい、結局いろいろ残念な感じになってきちゃったじゃないの。ただ、時代の流れとともに、メガゾーンはただの過去ヒット作ではなくなっていったことは知ってもらいたい。ただのヒット作じゃないって、まず、本作は今の若者はほぼ知らないとは言ったが、実はそうとは知らずかなり見られている。はぁ、どういうこと？というのも、ここ数年でネット上でブームになったジャンルベイパーウェブやチルホップといった、80年代をフューチャーした映像が使われる音楽でこのメガゾーンは頻繁に登場しているのだ。あれ？ちょっと待って、この絵確かに YouTube で見たことある。そう、メガゾーンはエイジェス文化を体現したアニメだけにこの手のジャンルの映像としてよくサンプリングされるんだ。なので、メガゾーンと知らないけどんかエモいアニメの絵として、世界中の若者が実は見まくってるんだ。これメガゾーンだったのか確かに知らなかったわ。そして、時代の経過がもたらしたのはこれだけではない。ところで霊夢に質問だ。なぜ、世代宇宙船である MZ23 は80年代の東京の姿をしていたと思う？そういえば？なんでわざわざ80年代なの？それから戦争が起きるのって24世紀だから2400年まであるのに、なんで1980年なの？だよね、確かに不思議なことだ。これと同じ疑問を持った主人公がイブに質問したところ彼女はなんて答えたと思う？なんだろう？たまたま、とか、いや、彼女はこう言った。それは、その時代が人々にとって、一番平和な時代だったからです、とね。一番、平和な時代、それって、確かヒロインも、ああ、一番いい時代、一番平和な時代、日本にとって、それが80年代、アニメが放映された時、それはただ、今、という言葉と同義だったかもしれない。だが、時代が過ぎていくと、90年代に入りバブルが崩壊。バブルが始まった80年代では考えられもしなかった日本経済の急転直下が次々と起きていく。そして、このメガゾーン23を作った制作会社が倒産したのも、最終的にはバブル崩壊による資金繰りの悪化がとどめだった。これも、バブル崩壊で、そして今、経済的に日本が最高潮に達していたのは、確かに80年代。ああ、確かに、そう、80年代は本当に一番いい時代、になってしまった。このメガゾーン23を見ると、そのことを誰もが実感するしかないんだ。そうか。そういうことなんだ。SF 作品の予言はいつも当たらなくていいことが当たる。リアルタイムで夢中になった若者たちはまさかこんな日本になるとは思ってなかったろうし。その時代を経験していない僕らからしても確かに、80年代というのは日本が最も裕福だった、平和な時代だと思っているからその時代が丸ごと保存された宇宙船は、まさにユートピアのようにも思えるよ。確かにねー、時々80年代が羨ましく思える時ってあるもの。ああ、あのバブル崩壊後に生まれた僕らが知らなかった裕福だった日本への憧れってやつだ。僕も生まれる前にバブルが崩壊して親が結構な借金を抱えててさ。
子供の頃は、とにかく貧しくてうつうつとした世界しかなかった。大学に行くことすら無駄だと言われ、その先にある就職氷河期で誰もが貧困層に落ちて、フリーターなんて言葉が、ただの社会の底辺を意味することになって、夢を追ったり、自由を求めたりすること自体誰もが無駄だと諦めたあの子供時代の空気。あったわねー。そんな時が、だから、本当にもし80年代が保存された宇宙船に行けるなら一度行ってみたいと思うよ。誰もが夢を追い、熱を帯びていた、一番いい時代ってやつを見にさ。そうね、私たちは、確かにそう思うかもしれないわね。それに、ブラウン管テレビで、リアルタイム放送のボトムズを VHS にダビングできるわけだしね。いやいや、MZ23 でもさすがにボトムズはやってないだろ。やってるって？だって80年代だぞ。ボトムズどころかダグラムもレイズナーも見放題だろ。バンダイチャンネル収容所の月額料金払うために YouTube 頑張る。僕からしたら夢の世界だよ。なんでお前は金を払って収容所に入るんだよ。さあ行くぞ。レイムもこれから YouTube 強制労働の上メガゾーンを目指すべく、一緒に解説頑張ってこうな。なんせ健康有料不良無職だから、解説作りまくるから。こんなやつと解説やるのほんとやめてー。